ステップ3、ニューラルツールズ設定の選択。ニューラルツールズリボンのニューラルネットワークグループには、設定を選択するためのボタンが3つあります。通常はトレーニングボタンだけで必要な設定のすべてを選択できます。この例でも同様です。ここではデータを分割するかどうか、その分割方法、使用するアルゴリズム、 そしてアルゴリズムの実行詳細条件を指定します。データを分割するには、トレーニングボタンをクリックして、次のトレーニングダイアログボックスを開き、さらにトレーニングタブを選択します。通常はこの図のような規定値を受け入れます。この設定では、無作為に選択された20%のケースがテスト用に予約されます。 残りの80%はトレーニング用です。また、従属変数の値がないケース、つまりデータセットの最初の5つのケースは全て予測に使用されます。これはワインの種類を予測する際、トレーニング済みのニューラルネットワークに、この5つのケースの独立変数の値が渡されることを意味します。ライブ予測オプションを使用すると、 この5つのケースの独立変数の値を変更した場合に、その予測値が自動的に更新されます。アルゴリズムを選択するには、ネット構成タブをクリックして、次のダイアログボックスを表示します。ドロップダウンリストに、ニューラルネットワークをトレーニングする方法が3つ表示されます。各アルゴリズムの仕組みは非常に複雑です。通常は規定のオプション、 ここでは pngrnnet をそのまま受け入れます。詳しくはこのダイアログボックスに表示される説明を参考にしてください。従属変数が数値に指定されている場合を除き、旋回機の実行オプションは無効にされています。実行詳細の条件を選択するには、実行詳細タブをクリックして、次のダイアログボックスを表示します。トレーニングアルゴリズムが安定するまで、 どれくらいの時間実行したらよいかを見極めるのは至難の技です。したがって表示されている規定値をそのまま受け入れることにします。実際に作業をしてみましょう。トレーニングボタンをクリックして表示されるダイアログボックスにある3つのタブを確認します。いろいろな設定を試してみることもできますが、すべて規定の設定値を受け入れても構いません。